Unity 2022.2 では新しく、アダプティブプローブボリュームというライティング方法がエクスペリメンタル、実験的機能として追加されました。この機能は名前から想像できるように、以前からあるライトプローブグループを発展、拡張したものです。しかし、根本的な仕組みこそライトプローブと共通していますが、その品質や作業負荷などは従来とは大きく異なった新しいライティングシステムといっても良いものとなっています。この動画ではプローブボリュームの特徴、使い方、今後の計画についてご紹介します。ではこのプローブボリュームで何ができるのか、これまでと何が違うのかというところをお話しします。そのためにまずは従来のライトプローブグループの働きについておさらいしましょう。ライトプローブは通常、ライトマップをベークできない動的オブジェクトに環境光、グローバルイルミネーションの効果を与えるために用いられます。ライティングの効果は、シーン上に配置したプローブネットワークを参照します。一つのオブジェクトに対して、その中心に近い4つのプローブのライティング情報が、距離に応じてブレンドされ、結果が反映されます。このプローブネットワークは、手作業で配置する必要があり、プロジェクトによっては時間のかかる、なかなか面倒な作業でした。また、ライティングの再現度を上げるためには、コントラストの強い場所にプローブを配置する必要がありますが、プローブの効果はオブジェクト全体に均一に現れるため、このように明暗の境界線上に大きなオブジェクトを配置すると、少し違和感のある結果となります。従来のライトプローブは、間接ライティングの仕組みとしては軽量で、モバイルなどにも活用できる技術ですが、ハイエンド向けの詳細な表現を実現するには難しい面もありました。それではライトプローブをアダプティブプローブボリュームに切り替えます。 Unity 2022.2 でプローブボリュームを使用するには、まずプロジェクトセッティングを開き、クオリティ HDRP にあるライティング、ライトプローブライティングを展開し、ライトプローブシステムをプローブボリュームスに切り替えます。次にグラフィック HDRP グローバルセッティングのフレームセッティング、カメラ、ライティングにあるプローブボリュームとノーマライズリフレクションプローブにチェックを入れます。これでプロジェクトの設定ができました。続いてシーンにプローブボリュームオブジェクトを追加します。ヒエラルキーから、ライト、プローブボリュームス、プローブボリュームを選択します。今回はシーン全体に影響を与えたいので、インスペクタからモードをグローバルに変えました。ウィンドウ、レンダリングにあるプローブボリュームセッティングスを開き、シーンズに現在のシーンを選択。ジェネレートライティングをクリックします。ベイクが終わった後、仕上げにリフレクションプローブも再ベイクします。これだけで作業は完了です。とても少ない手順だということがわかります。ライトプローブグループと比較すると、動的オブジェクトが詳細で正確なライティングを受けるようになっているのがわかります。これは従来のライトプローブがオブジェクト単位での影響だったのに対し、プローブボリュームではピクセル単位のライティングを実現しているからです。また、プローブボリュームでは先ほどの操作の通り、プローブがほぼ自動で配置されます。オブジェクトの周辺にプローブが配置され、密度に応じて自動的に細分化されているのがわかります。サブディビジョンの設定を変更して、より高い密度でプローブを配置することもできますが、メモリの負荷が増えるので、バランスにはご注意ください。個別ではないプローブ全体の設定は、先ほどのプローブボリュームセッティングスから行います。ここではプローブの間隔などが設定できます。ただこのメニューは現在だけの暫定的なものとなっており、次のメジャーリリースバージョンではこの設定はライティングウィンドウに移動する予定になっています。
また、レンダリングデバッカーにも機能が追加されており、プローブボリュームによるシーンの分割やプローブの配置状態、有効なプローブの可視化など詳細に確認することができます。このようにプローブボリュームでは、プローブの自動配置によって作業時間の大幅な短縮が実現されました。しかし、この自動配置については残念ながら全く問題がないわけではありません。基地の問題として、プローブがオブジェクトの内部に配置され、望まないライティングデータを生成するということがあります。これは特に明暗の差が大きい場所でライトリーク、光や影が漏れ出す現象として現れます。これに対処するため、プローブボリュームでは床や柱などの内側にあるプローブを自動的に無効化する機能があります。またプローブがジオメトリ表面に近すぎる場合などには、少し位置をずらす仮想オフセットという機能もあります。しかし実際のところ、このシーンではライトリークはほとんど発生せず、手作業での修正は必要ありませんでした。ここまででプローブボリュームが従来のライトプローブと比べて動的オブジェクトに対してより最適な結果を与えることがお分かりいただけたと思います。ではさらにその適用範囲を広げ、静的オブジェクトに用いるライトマップを置き換えられるかということを試したいと思います。これは HDRP のサンプルシーンからライトマップを取り除き、すべての静的オブジェクトがプローブの影響を受けるようにした状態です。ここから先ほどと同じ手順でプローブボリュームを適用します。そうするとこのような結果となりました。スクリーンショットを比較すると、ライトマップとは色味の違いなどがあることがわかりますが、大きく見劣りするものにはなっていないということもわかると思います。よく見てみると、主にオクルージョンやコンタクトシャドウに相当するディティールの成分が不足しているような印象ですが、プローブとライトマップのベーク時間の違いや運用の手軽さを考慮すると、十分にトレードオフできるものだと感じられます。ライトマップ用の UV を必要とせずにこのクオリティを実現するというだけでも、アーティストにとっては大きなメリットではないでしょうか。もし比較して明らかにライトマップの方が優位な場合は、メッシュにタグをつけてライトマップとプローブを使い分けるということもできます。またはプローブ同士の距離を狭くして精密度を上げるという方法もあります。プローブだけでは陰影のディティールが不足していると感じる場合、 SSAO やレートレス AO によってある程度補完できる可能性もあります。静的オブジェクトへの3種類のライティング手法の比較です。ライトマップは静的オブジェクトに対して最高の品質となりますが、ベーク時間が長いのが欠点です。その点、プローブボリュームはベーク時間が3分の1になり、品質は概ね維持できますが、詳細な陰影やオクルージョンなどのディティールが甘くなる傾向があります。従来のライトプローブはピクセル単位でのライティングができないので、単体でのクオリティは他と比較するものではない様子です。プローブボリュームの品質はライトマップと全て同じにはなりませんが、多くの場面で十分なクオリティが望めるものとなっています。またアーティストへの負荷、作業時間の軽減という点では大きく改善されたものとなっているのがお分かりいただけたと思います。このようにプローブボリュームはライトマップとの置き換えも検討できるクオリティを持っていますが、それ以外にもボリュメトリックフォグや SSGI の品質を高めるという効果も持っており、ライティングの品質を総合的に高められるものとなっています。さらにプローブボリュームには一つのボリュームに複数のライティング状態をベイクすることができるライティングシナリオという設定もあります。シナリオ同士はブレンドすることが可能になっており、これを使って時間経過によるライティングの変化など、ある程度の動的なライティングも実現することができます。今回は Unity の新しいライティング機能、アダプティブプローブボリュームを紹介しました。最初にお伝えした通り、こちらは現在実験的機能として提供されており、 Unity 2023での正式リリースを目指して
現在も開発が進められています。またそれ以降も URP への搭載も含めたいろいろな要素の追加・改良が計画されている期待度の高い機能となります。さまざまなメリットのある Unity のアダプティブプローブボリューム、ぜひ先行してお試しいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。